最近、自転車事故による高額賠償命令が増えています。それは被害者としてだけではありません。あなたの家族が。守ってほしい交通ルールと大切な家族、自転車向け保険の。実際私も子供3人いまして、今そういう、なんだろう、そういった意味ではぴったりだとは思うんですけれども、なかなか最近そういう、女優の方の仕事でね、あんまりその母親、いい母親っていう役からちょっと遠ざかっていたので、その時にこのような本当に普通の母親の役をやらせていただけたことに本当に喜んでいます。やっぱり大切な人を守るっていうのは大切ですよね。私、お子さんが一番大切な。そうですね。子供は本当に大切な存在です。はい。お子さんの次に大切な人。お子さんの次に大切な。大切な人いますよね。まあ、母とか家族は一番大切ですよね。どう考えても。その次に私。ああ、その次は。その次ですか。そこに頑張って。そうですね。どうでしょうね。え、家族、私。その次ぐらいはちょっと違う。その次ですか。好きな人がもしいるんだとしたら好きな人ですよねとか、そういうことをお聞きになりたいですね。もう分かってますけど。オブラートに包む。そうですね。だから私もなんとかこうやってオブラートに包んで答えようとは思うんですが、まあそうですね。大切な人は時に増えますよね。時には今は先生どうなんですか。どちらが始まりますか。はい、今は子供たちと、もう夏休み真っ盛りじゃないですか。はい、もううちの子たちみんな夏休みなので、もう毎日子どもたちと日焼けをしながら遊んで、今大事に守ってますよ。もうやだー。